星の,りの品評会には合わせて92点が出品され漁協や県の担当者が色や艶を審査しました今シーズンは夏場の高い水温の影響で例年より1週間以上遅く養殖が始まりましたが11月,11月以降の湿気で漁場に栄養が行き渡り品質は良いということです生産者の皆さんの努力の ま買、あ、い、えー、があってというか、例年以上に申し分のないものがあの揃っていたと思います審査の結果、最高賞の優勝には七ヶ浜市長の赤間竹春さん準優勝には七ヶ浜市長の和妻貞俊さんの星乗りが選ばれましたこの2点は来月、皇室に献上される予定です